高評価とチャンネル登録ぶたってるけよ。우린 그래도 돼. 난 너한테 그래도 돼. 제발 사람 미치게 좀 하지 마. 그때도 지금도 네가 자꾸 이러니까 너 때문에 내가 돌아버릴 것만 같다고. 本日は隣のミスターパーフェクト7話の予告のご紹介です。6話を見ましてですね、皆さん、まあ、僕と同じ気持ちだと思うんですが、まあ書いてある通りですね、やめてくれですね。ね、頼むからやめてくれ、喧嘩するなとね、うん、いやお互いに好きなんでしょと、気づけよと、サンミュー気づけよと、どういうことっていうことですよね。本当に、いやー本当に2人ともすっごくいい演技をしてまして、いやお前がまたこうするからね、うん、俺の頭がおかしくなりそうだからとね、叫んでくれてましたが、まだ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 ソンニュは分かってないのか、それとも分かりたくないのかね、うん、次のシーンで追っかけてまた聞きますとね。너 아까 했던 말, 그 말 무슨 뜻이야? 사っき言ってた言葉どんな意味だったの?じゃないですよね。じゃないよ。どんな意味かわかるでしょう。ね。もうもどかしい。まあもどかしいからこのカンドラなんでしょうけどね。で、ね、いよいよ、スンヒョウが、まあね、うん、その意味は、お前が好きだから、って言ってくれるかと思いきや、思いきや終わってしまいました、ということですよね。しかもですね、ね、7話から、ちゃんと告白をするのかと思いきや、ね、7話の予告を見れば、どうなるのかわかります。では7話の予告どうぞ。대체여긴왜나타난겁니까?그것도굳이하필이타이밍에?이자식죽여버려야지.내가더죽이고싶거든.내가오늘이놈죽이고감옥간다.야이새끼야.일때문에밥먹으러호텔까지오고비즈니스제대로하네.7話の予告しかもこのタイミングにね、現れたのは、アメリカで、ソンニュが会っていた、ね、結婚する予定だった、元彼ですね。うん、ご覧の通りの元彼が、スンヒョウが、お前が好きだから、みたいな話をするタイミングで、この野郎が、ね、切ってしまいましたと。ね。で、もう、この人の登場によってね、みんな殺さなきゃと、あいつ殺さなきゃとね。で、あのスンヒョウも、いや俺の方が殺したいからということで、さらにはさらにはお母さんもまで、うん、もうこいつ殺して刑務所入るからとね、みんな殺したいとね。もう韓国人激しい、もうね、うん、ちょっとなので皆さん、韓国人裏切らないでくださいね。みんな殺したいとね、もう激しすぎます。그입에성유의이름더는올리지마요자꾸불시불시나타나지도마시고두사람이미끝난사이입니다세승형
짝사랑은 자력 탈출이야. 나도 구조 못해줘. 나 더 이상 안 미룰 거야. 이번엔 꼭 말할 거야. どうなるんだって話ですね。元彼が、まあ、とにかく、ソンギュと一緒にいるのは気に食わないですよね、スギョとしては。だから、もう、二人は、もう、終わった関係です、というふうに言ってくれてるんですが、どうなるかですよね、この元彼が。ちゃんと諦めて、アメリカに帰ってくれるのかどうか。ね。まあ、このドラマはちゃんとね、1話1話完結してるので、予告を見た感じだと帰ってくれるんじゃないかと。ね。で、かつ、こうね、友達が片思いは自力で脱出しないとってね、アドバイスをしてくれてるので、ね。で、応急隊員の私でさえ助けられないので、自力で脱出してねというふうにアドバイスをしてくれるんですが、ね。スギョもね、俺も伸ばしたりしないと。要は告白をもう伸ばさないということですよね。ね。それでもう、言うと。今度こそ必ず言うからというふうに、スギョも言ってくれてますと。さあどうなるんだとね。まあカンドラのパターンといえば、まあルーティンみたいなものといえば8話でね、必ずこうキスをするね、キスシーンが出てくるんですけど、まあちょっとねこんな感じだと。キスどころか告白までちゃんとできるかどうかね。まあそもそもソンニュがまだね、気づいてないところなので、いやーどうなるんだと。いや本当に毎回、まあ録画でも泣きましたが、家族愛の感動とスギョと、ソンニュのこのラブストーリーとで非常に楽しい、この、隣のミスターパーフェクト。一週間待たなきゃいけませんが、楽しみに、今週の土日、待ってたいと思います。ではまた。